い、皆さんこんにちは、ワンダリグリフィッシュです。では今回は銀河遊伝説 4EX、自由惑星同盟側でのプレイ続きをやっていきましょう。まあ、ヤンと、そしてラップにフォーカスして、プレイの方は、引き続きしていきたいと思います。でちょっと一部ですね、時間は進めてないんですけども、設定変更等したところがありますので、そこをまずご紹介したいと思います。まずですね、同盟側の各拠点惑星にあった、造船所をですね、全部潰しました。で、この後はですね、まずイゼルローン、ここに増やします。ここで作れる量をちょっと増やします。で、高速戦艦は今のところないので置いておいていいんですけど、巡航艦、そして駆逐艦、攻撃空母、工作艦、輸送艦、強襲揚陸艦と、ご覧のように増やしていきます。これで、まあ、ちょっとでもね、イゼルローンでの、まあ、力を維持するように、特に中流艦隊をね、増やしていきたいと思ってますので、これらをもう一個ずつ増やしてもいいぐらいかな。こんな感じでいきましょう。だいぶお金はかかりますが。で、さらにティアマトにもですね、作っていこうと思ってます。他を全部潰してティアマトに集中するということですね。まあ、一個ずつでいいかなと思いますので、一個ずつ作っていきましょう。で、もう一個フェザーン側のですね、出口に位置する、ここ、オレビとルジアーナ製にも作っていきます。で、これなんでこんなことしてるかというと、ここに艦隊を駐留させたいという思惑です。では、今ね、造船所を作ったところに艦隊を駐留させていきましょう。まずは、艦隊駐留。イゼルローンには、この後、まずムーアは解除します。で、代わりに、ヤン。そして、ラップ。この2個艦隊を駐留させましょう。で、さらにですね、艦隊駐留という意味で言うと、ティアマトには駐留できない。なるほど。っていうことは、ティアマトに駐留できるように、駐留基地を作りましょう。2つ。で、もう1つ。レザーン側の出口に当たるルジアーナ。ここにも2つ作ります。ちょっとお金はかかりますけどね。で、逆に、アスターテ。この辺りにはもう必要がないので、ここら辺の駐留基地を潰していきましょう。ちょっと待ってね。艦隊駐留で駐留できるところを確認すると、ダーゴンとエルファシルだね。あとは、フォーティーン。まずはダーゴンだな。ダーゴンに駐留基地を、あるものをなくしていきましょう。お、建設中止はできないんだな。であればいいでしょう。このままにします。で、艦隊駐留としては、まずはじゃあそのダゴンに艦隊を置いても、まあ、あまり意味がないので、エルファシルも同じですね。このあたりにもう造船所はないので、艦隊を置いておく必要はないです。なので、このまま時間を進めます。で、キャゼルヌが、一旦イゼルロンの防衛司令官。で、これはね、そのうちに、シェーンコップが中将になった暁にはこれを代わってもらおうかなと思ってます。このあたりでね、裏で指示をしていた、まあ今ちょうど止まってるのでここで見ますけども、造船所駆逐艦をなくしますというところですね。
で、あとはですね、艦隊で編成。第16艦隊にパエッタ中将を登用しましょう。パエッタが復活を果たしてますからね。で、パエッタは、まあ、汎用的に強いので、まあ、ここで言うならば、あえて運営情報が、まあ、長けている人をちょっと登用していきましょう。で、あとは、情報将校を誰にするか。情報はみんなカスだな。まあ、一応、提案しておきましょう。で、まあ、巡航艦で固めていきますか。ちなみに、どうなんだろうね。ハイネセンの造船所はそれなりにあるけど、それでもこの程度しか作れないんだな。となると、イゼルローンの数、もうちょっと増やしてもいいかもしれないですね。で、アスターテの防衛司令官にドーソン、却下だよ。で、あとはですね、自分のところの幕僚なんですが、シュトレのところからブルームハルトを解任して、代わりにブルームハルトをビューコックのところにつけてあげましょう。もう一旦必要だな。艦隊でビューコックのところにブルームハルト。あとは強いところで言うとクブルスリーのところに誰かつけられる？ああ、今出撃してる？いや、大丈夫だね。クブルスリーのところはもう誰もつけられないが。で、艦隊駐留を見ていきます。ダゴン、エルファシル、まだかかるか。いつ完成するんだったかな。お、キャゼルヌがイゼルローンに着任したね。さらに、駐留艦隊、ヤン、ラップ、両艦隊もイゼルローンに到着です。これでしばらく安心して見てられるかな。イゼルローンでの治安回復。イゼルローンで治安回復が必要なのかっていうのはあるけど、まあいいでしょう。アスターテに何？ちょっと暴動が起きてるんだったらドーソン送る？いやー、必要ないな。イゼルローンでの造船所完成しましたね。あとはちょっと見ていなかったのが良くなかったんですが、ティアマトに艦隊置けるね。ティアマトにじゃあ艦隊送りましょう。ティアマトにはビューコックで、さらにそうだな、ビューコックとウランフ両提督を置いておけば安心でしょう。さらに艦隊駐留としてルジアーナ、ここにクーブルスリー、もう一人誰にするかだな。ルグランジュあたりを置くか、それとも、まあ、ルフェーブルにしましょう。上から順にということで、これで今艦隊はですね、イゼルローンに2個艦隊、これはヤンとラップですね。で、ティアマトの方にイビコックとウラフ、そして、ルジアナの方に、クブルスリーと、あとはルフェーブル両提督を置いているということで、6個艦隊が出払っているっていう状態ですね。
なんかみんなアスターテにドーソンを着たがるね。バンフリートでも暴動が起きてるんだな。エルファシェルに艦隊いるのか。アルサレムが、通過中またはという話ですが、アルサレムはエルファシェルに駐留してるんだな。そうすると今エルファシェルにも艦隊駐留しているっていう状態ですね。じゃあエルファシェルに一応造船所を作っておきましょうか。で、あとは基地としては駐留基地エルファシェルにもう一個作っちゃいましょう。どうせだったら2個艦隊やっぱり配備をねしておきたいと思います。で、気になるのは帝国の方の死亡者リストをちょっと確認しておきますか。帝国の方の死亡者リストです。シュトックハウゼンが元帥になってるってことは死んだな。ファーレンハイトも含めてちょっと状態で確認しましょう。そうだね、シュトックハウゼンとファーレンハイトが死んでいると。ただ他はみんな生きてるので、どうだろうな、イゼルローンに大規模な攻勢をかけてきてくれるといっそのこと艦隊がね敵を葬り去るチャンスがやってくるんですが、イゼルローンの作戦中止、まあこれはいいと思う。特に今何かというのもないので。ではここからちょっと時間を進めていきましょうか。しばらくね動きがなさそうなんで。ここでユリアンが順位として、士官として登場しましたね。ユリアン。そしたらユリアンをちょっと人事配置しますか？イゼルローンに、ミンツ。ユリアンを入れましょう。ユリアンはただこの時点だと、まあさすがに微妙だね。陸戦空戦はまあそれなりにですけど、統率1、運営4、情報8。うん。せっかくなんで、アラルコンも、この際、イゼルローンに入れましょう。で、あとは、ちょっと一旦閉じちゃいましたけど、もう一人、ジョバフ中佐。ジョバフ中佐はね、陸戦が高いんで。アラルコンは？アラルコンはいなくなっちゃった？アラルコンも入れよう。これでいきます。まあ、ヤンの傍らにやっぱりね、ユリアンがいるべきですよ。そしたら、一度アムリッツァーに対して軍事作戦を提案しましょうか。アムリッツァーに2個艦隊を送りましょう。
で送り込む艦隊はもちろんヤンとラップ両艦隊を出撃させていきます。で、せっかくなんでというわけじゃないんですが、一応イゼルローンの方に、我が艦隊も出しましょう。イゼルローンにシュトレ自ら出撃をしていきます。よし、アムリッツァーは取りましたね。アムリッツァーを取ったので、ちょっと様子を見つつ、次の軍事作戦。ボーデンか、ホルゲンか。まあ、どっちから攻めるかですが、まあ一応ボーデンにしましょう。ボーデンに2個艦隊を送ります。で艦隊出撃でボーデンの方にヤン、そしてラップ、両帝国を送り込みましょう。敵の艦隊はいなそうだもんね。よし、ボーデンは取りましたね。そしたら一度艦隊出撃でボーデンの方からヤン、ラップを引き上げましょう。ちょっとすり減ってますからね。で、軍事作戦も作戦を中止していきます。で、代わりにですね、ホルゲンの方に艦隊を送りましょう。で、ホルゲンの方に送る艦隊は、ハイネーセンから出しますか。ムーア、ホウド、アップルトン、6、7、8を出しましょう。順調に順調に進んでますね。ボーデンに敵艦隊が侵入。何個艦隊が入ったんだろうな。お、アッテンボローが少々に昇進。で、コーネフも少佐に昇進です。シェーンコップが順昇。シェーンコップが少々に上るのも時間の問題だな。ポプランも少佐ですね。ポプラン、コーネフ揃って少佐に昇進っていうのはなんか嬉しいな。お、村井さんもなんか未来さんみたいな言い方になっちゃいましたけど、村井も少々に昇進。お、ヤンがそして大将に昇進ですね。ラップはどう？ラップはどうなんだ？ラップはダメでした。残念ですね。残念ラップ。で、ちょっと気になるボーデンの方なんですが、敵艦隊、ラインハルト、メッケンベルガ、ミッターマイヤーにロイエンタールと、いやー、そうそうたる陣容だな。これをなんとか撃破しておきたいけど、敵の軍事計画、ちょっと見ておきたかったな。ドーソンはもう却下よ。何をしようと思う。で、今艦隊はどこまで来てるかというと、ジャムシードに3個艦隊だもんな。で、イゼルローンの方は艦隊ヤンラップ
ともにちょっとすり減ってるよね。で、今ボーデンの方に敵艦隊が5個艦隊が入っている。で、イゼルロンの方の味方の艦隊は、ヤンの方もちょっとまだまだだな。よし、ただここは一気にちょっと考えを変えて、軍事作戦でボーデン、ここを作戦中止して、ボーデンの方に5個艦隊を送って、一気にラインハルトというかね、帝国側の主要帝徳たちを葬り去りましょう。で、艦隊出撃、ボーデンの方に、シュトレも出撃、5個艦隊出ますからね。ムーア、ゴウト、アップルトン、そして今回はラップ。ラップがね、ちょっとしっかり功績を稼いでほしいなというのがあるので、シュトレは一旦撤回して、やっぱりヤンだな、ヤン。で、軍事作戦で、ボーデンの方を6個艦隊に上げて、シュトレも追って出撃していきましょう。ヤンが艦隊の総指揮を取るんだな、今回の作戦の。ヤンもね、大将に昇進しましたからね。シュトレが追って出撃をしていきます。さあ、ボーデンの方、ヤンとラップだけ？他はどうしてるんだ？艦隊は、これロイエンタール艦隊がいるな。ロイエンタール艦隊確実に葬り去りたいよね。急いで急行しましょう。ヤンの艦隊がロイエンタールの艦隊に肉薄しているっていう状態ですね。側面から攻撃を仕掛けてます。ただヤンの艦隊もね、ちょっと傷ついてはいるので、ラップの方は逆にロイエンタールに後ろをつかれてる状態だな。ここはラップが艦隊士気がゴリ下がりしてるので、ちょっと危ないですね。お、ケスラーが防衛司令官になってるな。まあ、シュトレ艦隊が急いで急行しましょう。ロイエンタールを葬り去っておければだいぶ戦力を低下できますからね。何？ラインハルトの艦隊がいた。これはちょっとまずいな。ラップがやられる可能性があるな。
作戦変更して全軍退却しましょう。ラップ死ぬなよ。ミッターマイヤーは正規の艦隊になってますね、もうこの時点で。危なかったね。もうちょっとでラップが死ぬところでしたね。では一旦軍事作戦はアムリッツァーの方に三個艦隊を置いて、この三個艦隊で一旦防衛をしていきましょう。アムリッツァーですね。びっくりしちゃいましたけど、本当にアームリッツァーの方にはムーア、フォウト、この678艦隊ですね、もうセットでしっかり防衛してもらいましょう。で艦隊駐留を一旦解きましょう。イゼルローンからヤン、そしてラップ、両提督を一旦バーラトに戻して、まあ、ハイネセンに戻して、艦隊を補充します。イゼルローンにロボスがやってくるのか。何目的だろうね。アムリッツァーで敵艦隊、これはどこの艦隊なんだろうな。ちょっと確認していきましょう。ラインハルトの艦隊か。これ確実に葬り去っておいてもらいたいな。アムリッツァー星系を目標として作戦行動を行っている。まあすでにラインハルトが来着してますからね。アムリッツァーに4個艦隊、これは承認する。で、ハイネ戦に戻ってきましたね。ラインハルト、ヤンとラップが。じゃあヤンとラップの艦隊ちょっと中身見ておきましょう。ヤンは回復したね。ラップも回復であれば再び艦隊駐留でイゼルローンに駐留してもらいましょう。ヤン、ラップ、あとはアムリッツァーに敵艦隊いない状態なの。ただちょっと不安があるので、艦隊出撃でアムリッツァーの方にロボスも出しましょう。ロボスはイゼルローンにいてもらう必要はない。アムリッツァーに6個艦隊出せっていうのか。アルフェーブル中将は、いやー6個艦隊は出しすぎだよ。でイゼルローンの方は1個艦隊出るので、ここはシトレが入っておきましょう。ちょっと待ってね、ドーソンを提案しなくなってきてる理由は何だ。まずちょっと先にドーソンの状態確認しましょう。ドーソンが何してるんだ。階級でドーソン同盟ですね。ドーソン特に何もないよね。何かドーソンがしばらく防衛司令官に任命されてないので心配になっちゃいましたね。アムリッツァーの方には連年艦副艦隊がやってきてますが、ここ4個艦隊で迎え撃つので十分に撃破できるでしょう。しっかりとね、敵の艦隊を潰しておきます。で、ボーデンの方に敵の艦隊が出てるな。
であれば、しっかりとね、ヤンたちに功績を稼いでもらいたい。今ヤンたちがイゼルローンに到着しましたね。そしたら艦隊出撃でアムリッツァーの方に入っているロボスを引き上げます。で、代わりにヤンたちを送ろうかなというところかな。艦隊出撃でアムリッツァーからムーア、ウォウト、アップルトン、彼らを引き上げて、代わりにアムリッツァーにはヤン、そしてラップ、敵の艦隊も入っているな。ちょっと敵の艦隊確認しましょう。アムリッツァ、敵の艦隊わからないか。だとしたらここはシトレも出撃していきたいな。アムリッツァの方に入っているボーローディンを解除、さらにパーエッタも解除、代わりにシトレが出撃ですね。敵の艦隊がいるのかどうかだよね。では、ヤンとラップは戻しましょう。アムリッツァーに艦隊を送りたがるね、彼らは。ヤンを出したいのか。ヤンはちょっと出せないけどね。さあ、ではね、ちょっと時間がいい時間になりましたので、今回はここまでにしておきたいというふうに思います。ヤンが大将、ラップが中将と、ちょっとラップがね、ヤンに一歩遅れを取っているという状態にはなっているんですが、まあ、この先ね、まだまだ挽回のチャンスはいくらでもあるでしょうというふうに思いますので、しっかりとこの先を見据えて、戦っていきたいなと。いうふうに思います。まあ、まずはね、やっぱりラインハルト陣営、帝国側で潰していきたいなと思うので、ロイエンタールを潰してるね。いや、こういうのが大事になってくるんですよね。もうだから、統率が高い兵を、徐々に潰していきましょう。ラインハルトも、もしかして、傷ついている？そうだね。まあ、できればラインハルト葬り去っておきたかったところですね。まあ、ミッターマイヤー、ケスラー、ケンプ。ちなみにケスラーはどこの防衛司令官？ボーデンか。ボーデン潰してケスラーを殺しておくっていうのはありだよな。はい。ではね、この続きまたプレイをしていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。
動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。